どこ、これ、これどこよ、そこ、違うでしょ、それ絶対違うでしょ、ここ、これ、あ、ありがとう、よしよしよし、はい、どうもどうも、小島です。今日はこちら、映画すみこ暮らし飛び出す絵本と秘密の子、ゲームで遊ぼう絵本の世界、やっていきましょう。お、青タピオカ、珍しいね、この画面出てるの初めて見たかもしれん。青は、では続きからやっていきましょう。一人で遊んでいきます。前回はこちら赤ずきんちゃんのページやりました。そしてパズルが全部揃いました。いやー、赤ずきんちゃん早かったねー、ねーねーねーねね。では次のページ、桃太郎、こちらを完成させていきましょう。というか、桃太郎あとちょっとで完成するんですよね。もしかしたら2つ目ぐらいでも完成するんじゃない、パズル。ではどんぶらこっこ桃広やっていきましょう。じゃあ隅っこも変えていきまーす。はい、とっかけーとっかけーとっかとっかとっかけー、難易度も変えていきます。ケーキムツーブズーブズー。はい、ではやっていきましょう。なんかね、トカゲの桃太郎見て、ここ今くるくる回ってる、なんかね、小学生男子みたいな感じして、しない？私だけ？ほいほいほい、鼻水垂らしてそう。ほい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 、いや気のせいかな、いや足っぽがちょっと見える。あ、取られた。あ、ちょっと仲間入れて、よしよし、へい。あ、それ私も発覚。あ、間に合わんかった、協力ボーナス欲しかった。はい、ちょっと微妙だな今回。はい、とんかつこっち手伝って、そう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 、ありがとう。はい、あ、私もそれ手伝、ちょどっちかどっち手伝って、協力ボーナス欲しいんですけど。あ、協力ボーナスもらえんかった。猫ちゃん今ガクガクしとったね。はい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 、わーい、お、来た来た来た、流されるー。で、ここで真ん中で止まるんだよ、このまま。優しいよね。なんか知らんけど止まるんだよ、もう。みんな落ちそうだね。はい、何点？あ、ひっか、まあ、いいか。はい、というわけで1位になりました。へい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 。7枚。あ、びっくりした。全部集めたよって出てきたから。一番下のはあの、赤ずきんちゃんのページのやつですね。これが全部集めたよってなるんですね。はい、次、パッカン、桃太郎をやっていきましょう。もしかしたらこれで全部揃うんじゃないかな。残りそんななかったと思うんだよね。では、すみこ書いていきましょう。はい、トカちゃん。またか。またトカちゃんか。いいよ、好きよ。やる気満々ですね、トカちゃん。では、よーい、ドンということでね。これは桃を半分こに割るっていうね。タピオカ頑張って割っております。へい。タピオカ力持ち。ただの連打ゲームなので特に説明することはありません。はい、いらっしゃい。かわいい。一匹ぐらいもらえんかな、タピオカ。はい、479点。お !2! 2人いる。珍しい。これで被るなんて。はぁ、シンクルしたね。え？なんで1枚？あ、これ、多分揃ったんだ。なんで1枚しかもらえんかった今。多分揃ったってこと？でも全部集めたら出てないもんね。じゃあ、しっぽちゃん探してこよう。え、わかんない今の。どういうことだったんだろう。はい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 、とんかつ。お、さすが。しっぽちゃん探したいんですね、とんかつ。やっていきましょう。私、左上です。これは草むらの中にいるしっぽちゃんを探して捕まえるというゲームですね。ここに今、タピオカがいるのはタピオカの点数になります。でもね、しっぽちゃんの方が点数高いです。私はもうこの上の3つ ?3 箇所だけしかもう捕まえない。あ、しっぽちゃん移動してた。移動すっかな。あ、大丈夫。とんかつだから近づいても。え、めっちゃ点数。あ、ここにいる。へいへいへい、しっぽちゃん。どこ移動すっかな。そっちか。あー、下の方か。はい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 。しっぽちゃん待ってね。とんちゃんが捕まえに来るから。はい、捕まえた。次どこ移動する？あー、ちょっと遠えな。よいしょ、よいしょ。どこだ、どこだ？あ、ここいるじゃん。あ、逃げられた、ちょっと。ここにいる。はい、しっぽちゃんめっちゃ興味つかる。さすがとんかつ。これ絶対とんかつ補正あるよ。
はい、370点。はい、スコア。で、これ多分全部揃ったよって出てくるんじゃな。さっき1枚っておかしいもんね。はい、来たー。全部集めたよーって。まあ、秘密のピースもゲットできるので、特に無駄にはなってないですね。では、キビ団子はいいかな。パズルみたい。パズル見よう。はい、このページ。お!いきなり揃った。完成。やっと見れるね。かわいい。あ、猫ちゃんが普通に真ん中ドンって居座ってる。いいね。はい。あ、これ知ってる。では、次。あ。これ、白熊をしてるのあれ、タヌキか?タヌキか?キツネかと思ったらちげえわ。キツネそういえばマッチリの症状で出てくるんだったね。ソリの時とか。はい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 。あ、ウサギ?ウサギ?だよな。多分ウサギもおる。はい。あれ?ん?ああ、違う違う違う。確かにちょっと違う。これあれだ。生まれた瞬間に出てきてピオちゃんが登場したシーンやろ。うん。尻尾かわいい。私も尻尾つけようかな。どうだろう。あ、口がちょっとあれだけ違うか。どっちかというとトカゲ寄りだね、私の顔。はい。あー、来たー。あー、やっぱ、トカゲのは、スマホって言ってたんですけど、これ湯飲みですね、確実に。かわいい。微妙にピオちゃんの左足も上がってるのがいいよね。ちょいって。へい。おにぎり、もふって食ってる。いいね。お化けもおにぎり食べるんだ。へえ。はい。おお、目が埋まった。トカゲめっちゃ食うやん。トカゲ食うねー。で、次がこっちからなんですけど、うわ、こっち揃わんな。こっちは揃いそうにないですね。では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 。あ、そっか、秘密のピースもあるんだ。39。38。38。ああ、これギリギリ揃わんね。うん。でもこれ次揃うやん。多分。では、せっかくなんでパズル遊ぼうかな。時間あるし。スタートということでね、始まりました。パズル。これどの辺だったっけ?回転。多分この辺。ここじゃない?違うだって。ピオちゃん頼んだ。どこだ?これ。ん?え、ピオちゃん見えない。見えない、ピオちゃん。これ絶対この辺じゃないと?え?え、そこ置いたよ、ピオちゃん。ここでしょ?置けないもん。こっちか。ああ、はいはい、ありがとう。っていう感じで教えてくれます。いいでしょう。これこっちだ。あ、こういう道もあり得るんだ。あ、そこ、ピオちゃん、ありがとう。違うよ。違うよ、ピオさん。どこ、これ。これどこよ。そこ違うでしょ、それ絶対違うでしょ。こここれあ、ありがとう。よしよしよし。で、これが、あ、これもなんかこっちっぽいよね。で、向きはこれで合ってるから、これ?あ、違う。こっち?これ?あ、ここだ。ほい。で、白くまーまー。白くまこうだったよね。なんとなくで覚えとった方がいいよ。だいぶ速さ違う。いや、このシーンかわいい。これ映画のシーンあったっけ?あったんだよね。ん?猫ちゃんがこんな自信満々にポンって立ってるシーンなんてあったっけ?あんま思い浮かばん。だんだん終わりが見えてきております。ピオちゃんもさっきがくるくる回って遊んでおりますね。ん?これどこ?ピオちゃん、あ、ここね。ありがとう。で、なんでみんな顔出してんねんって思うけどな、これ。ここか。風呂敷いるか、ここだ。これかわいいよね、これ。あ、これ、お化けか。白クマかと思った。しっぽちゃーん、合体。ちゃかーん、かわいい。で、このしっぽの部分と、
とんかつのこれお揃いでしょ、色これ絶対ちょっと意識してるよね。ピョンでこれ立ってるし。で、ペンちゃん、このキノコって絶対毒あるよね。これ絶対毒やん。雑草ちゃんか、雑草ちゃんここだったか。はい、草なのに木を持っている雑草ちゃん、木になりたかったんかな、お花じゃなくて。ん、これは、あ、これ二節無理の方か。ってことはこうだな。二節無理なんでこの色になったんだろう、ヤドカリっぽいよね。うん、なんでこの色毒々しいな。あのお化けの蝶もさ、なんか毒持ってそうじゃない。モルフォン的なポケモンの。わかるかな、なんかね。うん、モフモフしとる蝶おるじゃん、蝶ってか蛾かな、あれ、あれに近い気がする。へい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 、あとちょっとで終わるよ。顔出しパネル、トカちゃん、かわいい。これ重くないんかな。これかわいいよね、これかわいいよね。あのトカゲの岩とペンギンの草よりこれがかわいい。こいつがかわいい。まあみんなかわいいけどさ、これ松の木かな、これ何の木だったっけ、狂言とかね出てくるやつっぽいな。あ、これで完成かな。はい、できたよ。6分新記録。だいたいこんくらいかかるんだな、私は。というわけで終わりました。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回次のページからやっていきましょう。次はまだ揃いそうにないですね。はい、桃太郎も揃ってね、続々と揃っていっております。もうすぐ完結が見えてきましたね。ね、ピオちゃん大丈夫大丈夫、たまに遊ぶから。完結したからって言ってね、ピオちゃんポイってしないからね、大丈夫よ。それではまた次回、バイバーイ。